ゆうこです。今週はこの山をお送りしました。山に囲まれている場所にいるとき、あの山がなければまだ太陽が見えるのにと思った経験はありませんか？だからといってこの歌詞のように、この山溶けよとまで言ってしまうと、なかなか驚きですね。これから寒くなる時期、太陽の恵みを感じて暖かくして過ごしましょう。それではまた来週。